笠木山と共に、高と渡る5月7日から1962年1月19日は、高佐護部屋所属の元大相撲力士。最高位は、東関脇。本名は、吉川渡る。身長185センチメートル、体重113キログラム。特異種は、右四つ、より、上手投げ。長野県下稲郡高木村出身。1926年に、 同県飯田町で行われた自転車の大会に出場したが、途中で運悪く、ペダルが折れてしまった。しかし、そこで諦めず、壊れた自転車を担いで残りを走って優勝し、これが評判となり高砂親方に勧誘され、高砂部屋に入門して1927年1月場所で初土俵。1931年1月場所で新十両、5月場所で新入幕。 1932年1月6日に、春秋園事件が発生すると、全頭4枚目から格上げされて、新小結び。この場所は負け越したが平幕に下がった5月場所から、成績が上昇し、1933年、1月場所新関分けで7勝4敗、5月場所には、横綱、玉錦と優勝を、争い9勝2敗、大関目前まで進んだ。 しかし1934年1月場所を目前に、控え以海用にかかり、無念の休場。その後右膝を壊し大関の夢は立たれてしまった。六尺を越す当時としては大型で、長野県出身であることから、新州来伝の再来と言われた。右四つからの寄りを得意としており、前世紀は大関候補として、玉西式、男女の川、武蔵山部と並び称されていた。 1939年5月場所を最後に引退、年寄り、大戦を襲名し、文家独立、東京大空襲で部屋が離催し、妻司と弟子二人を失っているが、それを乗り越え大関、松登りを育てた。相撲解説で人気があり、独特の怖色で、飴玉を転がすようなと例えられた。1961年4月に、 東駒型に新平屋を建てて引っ越したが、翌1962年1月場所中に同部屋で心臓麻痺で倒れ、急性した。53歳没。大仙部屋は弟子の松登りが継承した。ありがとうございます。